はい、どうも、モバイルドットコム TV、チェホンと、つばきです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回なんですけれども、はい、今買うべきおすすめアンドロイド人気機種ランキング、エントリーモデル編でございます。はい、とにかく安いアンドロイドスマートフォンが欲しいという方はですね、うん、まあ、このエントリーモデルをチェックしていくのがいいんではないでしょうか。はい、2022年7月版1位から5位を国内モデルから選出しております。久しぶりですか？そうですね、久しぶりですね。で、新機種も、続々と入ってきておりますので、あら、はい、そのあたりね、ぜひ皆さんも一緒に予想しながら最後までお付き合いください。それでは行ってみましょう。それじゃあまず第5位から。第5位はアクオスウィッシュ、はい、全部入りの、まあ、超低価格エントリーモデルですね。はい、で 5.7 インチの液晶ディスプレイ搭載、リフレッシュレートは 60Hz 駆動となっております。CPU にはスナップドラゴン 480 5G っていうのを搭載しておりまして、まあ、最近のエントリーモデルでよく搭載されている、まあ、CPU なんですけれども、はいはい、アクオスウィッシュについてはなんかね、調整不足なのかちょっとと他の480搭載機よりかはもっさりしてる。なるほど、はい、なのでここはちょっと注意ですね、はい、でメモリは 4GB、 ストレージ 64GB、 マイクロ SD も対応、シングルカメラ搭載で、この機種はね、意外とカメラは撮れる。そうだっけ。そう、意外とね撮れるのよ。あら、はい、でバッテリーよりは 3730mAh、 重さは 162g、 IP67 の防水防塵耐衝撃に対応しております。耐衝撃ね、はい、で67なんで、まあ、基本的には大丈夫なんですけど、68に比べると気持ち落ちるので、そこは注意してください、うん、はい、はい、まあ、ただ67であればまあ僕はいいかなと思いますね、はい、で側面指紋認証対応で、顔認証には非対応、お財布携帯にも対応しておりまして、価格 auUQ モバイル版が 26,180 円税込み、うん、Y モバイルが 21,960 円税込み、IIJMU が 28,480 円税込みとなっております。はい、はい、で各社ね、今割引がしっかりされておりまして、Y モバイルなんか乗り換えで購入すると1円なんですよね。あ、1円なんだ。はい、もう1円なんですよ。はい、っていう、やっぱ安さっていうところで今非常にね、なるほどね、魅力的なんじゃないかなと思います。はい、でカラーについてはアイボリー、チャコール、オリーブグリーンの3色展開となっております。シックな感じですね。そうですね、素朴な感じで可愛らしい感じになってます。まあ、ディスプレイなんですけど、下部のね、ベゼルがちょっと太いので、そこ気をつけてください。はい、まあ、大丈夫じゃないですか。はい、しょうがないですね。はい、はい、で使って感じた良いところ、悪いところはこんな感じ。素朴なデザインと軽量ボディが魅力。まあ、162g っていうところも結構魅力的かなと僕は思っております。うん、そうだね。で、想像以上によく撮れる静止画。動画については正直悪いところにも書いてあるんですけど、いまいち。ただ静止画については意外と綺麗に撮れるので、まあ、しかもこの機種ね、ナイトモードも搭載しておりまして。あ、すごい。はい。手動によるナイトモードなんですけど、意外と撮れるので、まあ、そのあたりはね、まあ、しっかり評価できるポイントかなと思っております。うん、はい。で、その他に IP67 の防水防塵や耐衝撃、お左右携帯まで備えてるっていうところは非常に魅力的で、使いやすいですね。はい、ただ簡単モードなんかも搭載されてるので、スマホ初心者の方にも最適となっております。うん、はい、で悪いところについては一部アプリでカクつきがあったりとか、ちょっとやっぱもっさりなんですよね。うん、480の中ではもっさりだけど、まあ、でも使えるけどね。はい、そこなんですよね。なのでどこまで求めているのかっていうのを大事にしていくのがいいのかなって思います。可能な限りね、実機でデモ機とか触ってみるのがいいと思いますね。ゆっくり触りたい人にはもしかしたらこっちの方がいいかもしれないし、うちのおばあちゃんとかはね、早すぎるとね、早いってなっちゃうみたいで、でそうなんだよね、ゆっくりの方がいいっていう場合もあるみたいなので、うん、そのあたりね、自分に合わせて選んでみてください。はい、それじゃあ続いて第4位は。第4位はレッドミーノート11。お、はい、ね、この機種についてはスマホ単体で買えて、とにかく安いアンドロイド、本当に何でもいい、でも安い方がいいっていう人に結構僕これをおすすめするんですけど、これエントリーだったんだね。そう、これエントリーなんですよね。はい、でどんな機種かっていうと、約 6.43 インチの、有機 EL ディスプレイ搭載で、リフレッシュレートは 90Hz 駆動、うん、はい、有機 EL でリフレッシュレート 90Hz 駆動ってなかなかね、すごいね、やっぱしいいですよね。はい、で CPU についてはスナップドラゴン680搭載で、すごい性能がいいかって言われると、そこまでではないんだけど、まあ、エントリーだけど普通にそこそこ使えるっていう感じですね。480と比べたら、はい、基本的には480の方が性能は上なんですけれども、うん、アクオスウィッシュと比べるとね、僕はぶっちゃけこっちの方がいい気がしてるんですよね。あ、そうだね。そっかそっか。なので、まあ、これはね、可能で、この辺もぜひね、実機触ってみるのがいいと思います。うん、でメモリ 4GB、ストレージ 64GB で、外部ストレージにも対応しております。クワッドカメラ搭載で、広角、超広角、マクロ、深度カメラを備えております。うん、バッテリー容量は大容量の
バッテリー容量は大容量の 5000mAh、 重さは 179g、 33W の急速充電だったりとか、一応ね IP53 の防水防塵対応、まあ生活防水レベルではあるんですけど、まあ、ないよりは絶対にいい。なるほど、はい、でお左右携帯には非対応なので注意をしてください。ここら辺が気になりますね。はい、でただこの機種ね、あのデュアルスピーカー搭載で、はい、エントリーながらちゃんとデュアルスピーカー、これがこの機種を僕が結構おすすめする理由ですね。はい、で価格についてはシャオミ公式が24,800円税込み、 IIJM だと 21,800円税込み、 OCN モバイル1だと 21,500円税込みとなっておりまして、うん、まあ、あの基本的に安くって、 IIJM とかで乗り換えで買うと一括1980円で購入できるので、まあ、非常に安く買えるというところですね。そうなんだね。で Amazon とかでもね、今あのどんどん安くなってるので、まあ、あの本体のみ欲しい人でも結構手頃な価格で買えるっていうので、僕はねとにかく安い Android でサブに欲しいっていう人はこれをおすすめすることが多いですね。はい、なるほどね。なのでぜひねチェックしてみてください、はい、でカラーについてはグラファイトグレー、スターブルー、トワイライトブルーの3色展開となっております、うん、デザインもね僕結構好きで、あのスターブルーなんかは結構いい色味になっておりますので、ね、カラーリングが可愛いね、はい、使って感じた良いところ悪いところはこんな感じです、握りやすく持ちやすいデザイン設計、リフレッシュレート 90Hz 駆動に対応している、うん、あとは日常使いにちょうど良い動作レスポンスで、1日は余裕なバッテリー持ち、この機種ねバッテリー持ちもなかなかいい感じになっております、うんうん、はい、で、高音質なステレオスピーカー搭載、ここがやっぱ魅力ですね。ここすごいですね、はい、結構大きな画面で、ステレオスピーカーも搭載しているので、動画鑑賞とかもしっかり楽しめるのが魅力的かなと思っております、うん、そうだね、で割りどころについてはゲームを快適に楽しみたい人には不向き、まあ、今回ご紹介するエントリーモデルなんで基本的にはゲームはちょっと、ね、全部そうだね、はい、まあそうですね、はい、であとはカメラ性能がちょっと物足りないっていうところと、お財布携帯には非対応なので注意をしてください、うん、はい、まあ、とはいえ、ね、いいエントリーかなと思っております。はい、それじゃあ続いて第3位は、第3位はアローズウィーですね。はい、前回ご紹介した時は多分ね1位とかだったと思うんですけど、そうだよね、なんか、はい、あのかなり僕自身気に入ってる1台で、でも3位になったんだね。そうですね、まあ、結構いろいろ出てますんでね、はい、あ、そうなの、まあ、あのこれも発売してからどうだろう、かれこれもう、まあ、半年経過しておりますので、やっぱ新機種がね、あの、はい、でどんな機種かっていうと 5.1 インチの液晶ディスプレイ搭載、 CPU にはスナップドラゴン 4805G を搭載しております、うん、メモリ 4GB、 ストレージ 64GB、 外部ストレージにももちろん対応しております。デュアルカメラ搭載で広角マクロという組み合わせになっておりまして、うん、バッテリー容量は 4000mAh、 重さは 172g、 IP68 の防水防塵お財布携帯対応、この辺がね、まあ、しっかりしております。対衝撃も対応なんだね。はい、そうなんですよ、対衝撃対応でアルコール除菌や丸洗いも可能、まさに椿さん仕様となっております。そうだった、はい、でモノラルスピーカー搭載でイヤホンジャックは対応しております。参考価格、ドコモが 22,000円税込み、 UQ モバイル版が26,180円税込み、うん、ソフトバンク版が 27,360円税込みとなっております。各社割引キャンペーンを行っているので、うん、まあ、そういったのをうまく活用しつつ安く ね、 安いね、はい、買っていってみてください。でカラーなんですけれども、結構豊富なカラー展開で、あのキャリアによって、取り扱いカラーが違うので注意してください、うん、あ、そっかそっか、はい、レッド、ネイビー、ホワイト、パープル、ターコイズ、ブラック、ローズゴールドの7色展開です。すごい、はい、で僕なんかねレッドを購入してるんですけど、はいはい、レッドはねもう生産終了みたいですね。あ、そうなんだね、はい、なので、まあ、欲しいカラーがあるうちにね、ぜひねチェックしてみてください、うん、まあ、デザインについてはね結構あの僕は好きで、背面ラウンドしてるんで結構握りやすい感じが好きになっております。背面指紋認証ですけどね、はい、そうなんですよね、はい、まあ、でもねやっぱ背面指紋認証ってなかなか精度はいいし、パッと使いやすいってところがいいのかなと思っております、うん、で良いところ悪いところはこんな感じで、日常使いにちょうど良いサイズ感、普段使いには十分な動作レスポンス、まあ、ライトユーザーの方であれば、うん、快適だったね、そう、まあ、問題ないかなと思います、まあ、もちろんねハイエンドからいきなりこれに変えてそれだとちょっと物足りないと思うけど、うんうん、まあ、でもメール、電話、ネットだけとかそういった方には、まあ、十分なのかなと思っております、うん、IP68 防水防塵の対衝撃、まあ、ここまでねしっかり揃ってるっていうところと、お財布携帯にもね対応してるのが魅力的かなと思っております、うん、これでいて約2万円っていうのがね、やっぱ価格と性能のバランスは非常にいいのかなと思っております。アクオスウィッシュと悩む人もね、うん、多そうだったけど、まあ、個人的には正直アクオスウィッシュと並ぶなら、まあ、こっちかなと思います。
思っておりますね。快適だったからかな。まあそうだね、動作がやっぱりちょっとこっちの方がいいのかなと思ってるっていうのと、うん、アローズウィーってアローズ系のね、あの独自機能がいろいろ備わってたりするので、そういったところも魅力的です。悪いところについては暗所夜景、動画撮影が物足りないっていうところと、背面指紋認証は好みが分かれる、はい、はい、これはもう、まあ、人によってですね。はい、はい、でゲームを楽しみたい人には不向きっていうところと、まあ、これはしょうがないんですけど、ステレオスピーカーではなくモノラルなのが惜しい、うん、はい、まあしょうがないですね。まあしょうがないよね、はい、はい、まあというわけでね、あのとてもいい1台なので、まあ、3位って言ったけど、まあ、人によっては十分1位の可能性もあるし、うんうん、そうだね、はい、まあ、それぐらいいい1台だと僕は思っております。ぜひね、はい、チェックしてみてください。これがじゃあ3位ってことは2位は何でしょう。はい、ここからは連続でね、新機種登場でございます。そうなんだね、はい、それじゃあ続いて第2位は、第2位はアクオスウィッシュ2です。お、2ですね。なんとアクオスウィッシュの後継機がもう出てるっていう。あれ、そうなの。そうなんですよ。で、あのデザインだったりとか、うんうん、まあ、中の仕様もほとんど変わらないんですけど、何が変わったのかっていうと CPU、 これはもう一番大きく変わったんですけど、うん、スナップドラゴン480から695になりました。695、はい、695っていうと最近出ているミドルレンジと同じような感じで、エクスペリア10マーク4とかに搭載されているものですね。あ、すごいじゃん。はい、なのでまあ普通に考えたらすごい、うん、はい、もうなんかエントリーというよりかはエントリーミドルみたいな、はい、感じなんですけれども、なんかそれ前言ってたような気もする。ですよね、はい、うん、ただ注意点として、例えばミドルレンジとかで695を搭載してる機種っていっぱい今出てるじゃないですか、はいはい、それと比べるとなんか695にしては重いなみたいな、あら、はい、な感じなので、エントリーとしては十分いいけど、うん、なんかこのミドルとして買うにはちょっと待ってみたいな、うんうんうん、あくまでエントリーだよっていう感じですね。え、でも480と比べたら、はい、いいんだよね。あのアクオスウィッシュの480よりは明らかに、ただ、さっきご紹介したアローズウィーと比べると、うん、正直ね、動作については結構いい勝負してて。あれ、そうなの？そう、あの普通に考えたら明らかに695の方がいいんですよね。うん、なんだけどなんかね、その同じぐらいかちょっといいぐらい、ちょっといいぐらい、うん、同じぐらいかちょっといい、そ、本当にそのぐらいですね。そうなんだ、はい、あら、はい、でもちろんいいことはいいんだけどね。、はい、で難しい、難しいんですよねこれ。でメモリー 4GB、 ストレージ 64GB、 マイクロ SD 対応で、シングルカメラ搭載、バッテリー容量は 3730mAh、 重さは 162g で同じだね、はい、で IP67 の防水防塵対衝撃、お財布携帯対応となっております、うん、はい、まあ、この辺りも一緒ですね。で、参考価格、ドコモが 22,000円税込み、 Y モバイルが 26,640円税込みとなっておりまして、うんうん、販路が変わった。販路、はい、実はアクオスウィッシュだと結構いろんなところでね取り扱いがされてて、まあ、au、 UQ モバイル、 Y モバイル、 IIJ ミオ、この他にも格安SIM業者で取り扱いがされてたりするんですけど、はい、アクオスウィッシュ2についてはこのドコモと Y モバイルだけなんですよね、現状は。あ、変えるところがちょっと違うんだね。そうなんですよ、うんうん、なのでここはちょっと注意ポイントとなっております。 Y モバイルの人はウィッシュよりも2を選んだ方がいいってことかな。そうですね、あのアクオスウィッシュとアクオスウィッシュ2を迷ったらもう2を言ってください、うんうん、はい、あのそれでもう間違いないかなと思っております。で各社ね、あの割引聞かせることができますので、かなりお得に買うことができます。でドコモのね 22,000円なんかはめちゃくちゃ安くて、これねスナップドラゴン695搭載機の中ではまあ多分最安。あ、そうなんだね、はい、だと思う。あら、はい、ただあの何回も言うけどエントリーです、はい、はい、これだけ覚えておいてください。、はい、で、まあちょっと待って、アクオスウィッシュ2のカラーとデザインについてちょっとチェックしていきます、はいはい、チャコール、オリーブグリーン、アイボリー、ホワイト、ブルー、コーラルの6色展開となっております。あれ増えてる、はい、実はアクオスウィッシュより増えてて、でキャリアによってね、あの取り扱いカラーが違うので注意してください、うん、はい、まあどの色も割と素朴な感じでね、いいのかなと思っております。 で、 いい、ね、でデザインについてはアクオスウィッシュと同じです、はいはい、で、使って感じた良いところ悪いところ、はい、非常にお話ししづらいところなんですけれども、実はですねこの機種あのすでに購入しております。はい、え、どういうこと？購入しております。はい。あれ、あれ椿さんには言ったかなと思うんですけれども、あれ、どういうことだ。言ってないかなと思う。買ったってこと？買った。ここで言うの？そうです。はい、というわけでですね、あの皆さん、あの後日ねレビューを公開したいと思っております。で今現在、いろいろねあの検証を進めておりましてですね、一応バッテリー持ち以外はあのほぼほぼまあしっかり使ってるかなと
というところで、でバッテリー持ちについてもここあのほとんど検証終わってまして、あのアコースウィッシュと比べて気持ち悪いか、まああんまり変わらないかぐらいだと思います。はい、はい、あの詳しいあの着地はまた後日ねレビュー動画ではい、はい、で使って感じた良いところ悪いところ進んでいきたいと思います。あのほとんどねアコースウィッシュと一緒、はい、であの素朴なデザインと軽量ボディ、あの 162g があの魅力っていうところ、はい、はい、で、スナップドラゴン695搭載してるので従来比では明らかに動作良くなってる、はい、これも間違いない、よかったね、はい、あの怒ってますね、はい、で意外と取れる静止がナイトモードで暗所もいけるっていうところと、IP67 防水防塵対衝撃抑え携帯にも対応しているというところですね。まあ、こういったところはあの基本ウィッシュでもあるところではあるんですけれども、引き続きいいところはそのままで、CPU が変わっているので動作がしっかり向上しているというところが魅力ですね。そうなんだね、はい、で悪いところについては、動画撮影がやっぱり弱い、であと直射日光下でディスプレイがちょっと暗めっていうところと、指紋認証の位置が惜しい、これもねアクオスウィッシュも同じなんですけど、電源モードの下に指紋認証あるんですよね。これがねちょっと使いにくいですね。はい、はい、椿さんちょっと怒ってますね怒ってますよ、はい、ここで言うのダメだからね本当に、はい、まあ、詳しくは次回、はい、お届けしていきたいと思います。はい、じゃあ気を取り直してアイアル第1位ははい、第1位はエクスペリアエースマーク3です。あれ、はい、エクスペリアシリーズのエントリーモデルなんですけれども、れ、ね、はい、個人的にはでもね迷ったよ、すごいアコースウィッシュ2と迷ったし、アローズ V も迷ったけど、まあこれかなってなったんですよね。決め手は何だろう、はい、決め手はねバランス、バランスはい、どんな機種かというと、うん、5.5 インチの液晶ディスプレイCPU にスナップドラゴン 480 5G を搭載しております、うん、去年のねエースマーク2っていうのがあったんですけれども、はいはい、そことね、比べてですね動作がかなり良くなっております。確かに、はい、もうあのやっぱり全然違いましたね今回は ね、 ね、はい、なので、ライトユーザーの方にもよりおすすめしやすくなりました。でメモリ 4GB ストレージ 64GB で外部ストレージにも対応しております、うん、シングルカメラ搭載でバッテリー容量は4500mAh、 重さは 162g と使いやすい軽さも魅力的だと思います、うん、いいですね、はい、でイヤホンジャック搭載で IP68 の防水防塵お財布携帯にもしっかり対応しております、うん、まあ、こういったところもねやっぱり安心ポイントとなっております。はい、で、参考価格ドコモが 34,408 円税込み、 auUQ モバイルが 33,415 円税込み、うん、Y モバイルが 31,680 円税込みとなっております。今回の中では一番高いですね。そうですね、エントリーの中ではやっぱり3万円超えちゃってるので正直高い。ただ、うん、アローズウィーよりもこっちの方がねバッテリー容量が多くて重さが軽かったりとか、あの背面にね指紋認証を採用してるのでその分ちょっとやっぱりデザイン性がどうしても落ちちゃうんですよね。あ、はい、そっかそっか。で、あのそういったところでエクスペリアエースマーク3の方が今回はやっぱりデザインの質感もエントリーながらしっかりしてるので、はいはい、まあ、そういったところも魅力かなと思いました。なるほど、ね、ただあの逆にあの対衝撃とかが絶対欲しいとかってなった時は僕はアローズウィーの方がいいかなと思います、うん、はい、で、2位のねアクオスウィッシュ2よりも CPU はやっぱり劣るんですけど、はいはい、まあ、正直触ってみてもそんなに差はないんですよね。すごい変わるかって言われると、あ、数字的には違うんだけど、もちろん695の方がいいんだけど、うん、すごい変わるかっていうと、まあ、そこまでではないのかなっていうところで、まあ、今回、まあ、僕はこっちかなっていうのが正直ある。細かいところで言うとウィッシュ2は IP67 なんですけど、こっちは IP68 だったりとかね、うんうん、まあ、そういったところも違いになってくるのかなと思ってます。なるほどね、はい、まあ、もちろんねこのあたりは悩ましいですね。そう、何を大事にするかっていうところで選んだ方がいいので、うん、まあ、正直一応順位はつけたんですけど、まあ、この本当に1位2位3位っていうのは人それぞれやっぱり順位が変わってくるところもあるのかなと思います。はい、カラーとデザインはこんな感じ。ブラック、グレー、ブリックオレンジ、ブルーの4色展開となっております、うん、何度も言いますがね今回デザインもいいし、なんかカラー展開もねなかなかいい感じになってるのかなと思っております。そうだね、なかなかないよね、はい、で今回もね僕グレーとオレンジめちゃくちゃ悩んだんですけど、はいはい、僕はオレンジにしました、はい、ん？ごめんちょっと待って、はい、どういうことだ気づきましたか、どういうことだ次行きましょう。待って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 、って違う違う待って、はい、これはお借りしたじゃん、はい、だから使ったじゃん、はい、うん、どういうことだ。動画ではやっておりませんが実はですね、はぁ、あ、また買っちゃったしております、はい、バカなの、ね
さっき2位で言ったばっかじゃん。いやあのね、どうしてもね、やっぱ1台欲しくなっちゃったね。あのやっぱ4台お借りしてさ、やっぱ今さすがに4台買うのはねちょっとあれだったんで、でもやっぱ1台欲しかった。もうダメですね。本当にダメですねこれは。本当にダメですか。これはもうダメです、はい、で使って感じた良いところ悪いところはこんな感じです。シンプルな背面デザインと馴染む質感が魅力で、あとねこの機種コンパクトなサイズ感と軽さが魅力なので、片手操作とかもね普通にできるので、ぜひねあの購入前にね試してみるのがおすすめです。であとはあの従来比でね動作レスポンスがしっかり向上しておりますので、そのあたりも魅力的で、1日は安心して使えるバッテリー持ちが魅力っていうところと IP68 のね防水持ちを抑えていたりもしっかり対応しているというところですね。はい、悪いところについては暗視の夜景がねちょっと物足りないっていうところと、この機種ね直射日光下でちょっと画面が見づらくなるんですよね。ここが惜しいなと思っております。はい、詳しくですね、レビュー動画も撮っておりますし、あの購入レビューはちょっと してないんですけども、はい、あのレビュー動画しておりますし、レビュー記事もありますのでね、ぜひあの詳細はそちらからチェックしてみてください。はい、椿さん怒ってます？怒ってますよ。ちょっと2台まずかったな。あの実はですね、エントリーを2回もいらなくないですか、このエントリーランキングね、ちょっとやろうか迷ったんですよね。その椿さんに報告してないのがちょっと あったんで、なんですごい悩んだんですけど、なんでここで言うの。はい、というわけでですね、ここまで、今買うべきおすすめ Android 人気機種ランキングエントリーモデル編をお届けしてきました。皆さんいかがだったでしょうか。予想はどうだったんですかね。皆さん最悪ですよ。はい、僕の順位は一応こうなりました。まああの個人的には、本当に、ね、エントリーあのしっかりあの最近伸びてきてて、まあ、本当どれも選びやすくなったのかなと思います。ステレオスピーカーが欲しい方は4位のね Redmi Note 11だったりとか、1位2位3位でご紹介した機種って本当にねどれもいいんですよね。あとは人によって、まあ、何が大事かで選んでいくのが僕はいいのかなと思います。そうですね、はい、はい、え大丈夫ですか。大丈夫ですか。なんかあのさっきから椿さん独り言みたいな。早く終わりましょう。早く終わりましょう。あの皆さんはねぜひねあのどれが良かったかで、実際にあの皆さん買われた記事でこれ良かったよっていうのがありましたらですね、コメント感想どしどしお待ちしております。はい、今回ご紹介したあの機種についてね、全てあの動画やるにレビュー系載っておりますので、ぜひね合わせてチェックしてみてください。はい、もしこの動画がよろしければグッドボタン、いいねもよろしくお願いします。椿さん、頑張ってねっていう思った方はぜひねあのいいね教えてください。はい、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ツイッター、ブログもやっております。フォローよろしくお願いします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。はい、それでは次回動画でお会いしたいと思います。じゃあねー。